ビートよりブレンボのキットが届きました。この削れている部分が加工されているところで、フロントホイールのスポークに当たらないよう調整されているとのことです。サポートもそれを考慮した位置で製作されているものです。とりあえずバラします。マスキングをして下地塗装をします。ブラックで仕上げました。ゴールドでも良いんですけども、色味が強い気がして年相応にジェントルに仕上げたかったというところです。素人にしては塗装はまずまずかと思います。あまりブランド志向はないのでブレンボにこだわりはないですが、対向4ポットキャリパーで W800 対応はこのビートのブレンボキットしか見当たりませんでした。純正キャリパーを外していきます。シャンプーのキャップを利用した自家製フルード抜き機です。結局レバーを押して抜いたりもしたので便利なのかどうかよく分かりませんでした。純正キャリパーを外しました。ブレンボキャリパーを仮締めしていきます。フロントをジャッキアップしてローターの位置やスポークとの距離を確認します。スポークには2ミリくらい余裕がありましたが、キャリパー内部の突起がローターに当たりそうでしたので、付属のワッシャーで位置を調整しました。そして本締め。組み上げていきます。ブレーキマスターのタンクもブラックでコンパクトなものに変更しました。ハンドル周りがすっきりしました。そして試走します。新品パッドの当たりを出すため前後確認しながらブレーキをちょこちょこかけていきます。今のところノーマルより少し効くなという感じです。一旦駐車場に停車して目視でフルードの漏れや変な当たりがないか再度確認します。大丈夫そうなのでがっつりブレーキをかけていきます。握るだけで想像の4割増しぐらい効くイメージです。ブレーキレバーがパンパンに張っている感じで、ラジポンとの相性も抜群な様子です。フロントフォークがぐにゃぐにゃ沈みます。ラジポンから手に来る情報量の多さというのもありますが、純正の2ポットピストンが4ポットと倍になったわけで、まあそりゃ効くわなと。なんだかやっと今時のバイク並みにブレーキが効くようになってきたという感じです。フロントタイヤの減りもなんか速くなりそうですけどね。このバイク以外でも今まで様々なカスタム用品を試しましたが、見た目のカスタムは別として、走行性能に関わるカスタム品は組んですぐ体感できるかどうかが大事かと思ってます。マフラーやタイヤは良くも悪くも変化を感じやすいですが、アーシングとか添加剤とか微妙なものも試したこともあります。でも丸々円出して買ったんだからというプラシーボ効果もあると思っているので、なるべく理論的になぜ効くのか、どうして効くのかというのを考えるようにしています。本当に良質なものであれば莫大な研究費を持つメーカーがノーマルで導入しているとも思います。法規制や原価率や保証等もあるでしょうけど、そういったことや費用対効果考えてみてもこのブレンボはおすすめです。ちょっとお値段張りますけどね。今回は以上です。